茨城県道278号、竹内羽と停車乗船、おみたま市、羽と茨城県道278号、竹内羽と停車乗船は、茨城県石岡市から、おみたま市までを結ぶ県道で、東日本旅客鉄道常磐線、羽と駅と接続するための道路である。現地の路線名道路標識は、竹内羽と停車乗船であるが、 本路線の正しい路線名称の表記は、竹の内羽鳥停車場線である。1959年10月14日、新たな県道として、新井張郡八里町大和だけの内を起点とし、東茨城郡美里町大技、羽鳥の羽鳥停車場を終点とする区間を本路線とする県道、竹の内羽鳥停車場線として、茨城県が県道路線認定した。 九百九十五年、現在の路線番号二百七十八に変更され、現在に至る。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載四トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。AB 道路の区域決定茨城県法、郊外十月十四日よりハット ABCDE、茨城県道路現況調書平成二十六年四月一日現在 茨城県法第1087号対象12年4月16日茨城県国事第194号より茨城県法号外省は3年3月1日茨城県国事第104号より県道路線認定茨城県法号外10月14日より県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号3月30日より ありがとうございます。